北海道区温郡の一区温郡は、北海道檜山振興局の郡。人口7429人、面積638.68平方メートル、人口密度11.6人、平平方メートル。以下の一町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の群域は、現在の瀬田町南部の大西区にあたる。 区域133.91平方キロメートルのみであったが、大成長が、瀬タ郡北日山町、瀬タ町と合併し、新設の瀬タ町となるにあたり、軍名は、大成長の属した駆動軍を用いることとなったため、軍域がおよそ4.7倍に拡大した。一方で、瀬タ郡に残留した今金町はそのままのため、駆動軍瀬タ町と、瀬タ郡今金町という、 軍名と自治体名が別々に残るという、全国でも稀古な例となった。諸説ありはっきりしないが、アイヌ語に字を当てたものである。由来となった言葉については、仕掛け読み、ある、山崎を意味する、クーンとや、黒い、岬を意味する、訓令トが略された、クンエト、危ない道を表す、クンがある言うが挙げられている。室町時代、年間に、大山の神社が創建され、 京徳三年には、正木藩祖、武田信弘公が、工藤軍域の大田に上陸。江戸時代、工藤軍域は、和人地となる。正木藩によって、工藤場所、大田場所が開かれていた。陸上交通は、隣接する、都東国西軍から堂々北日山大西線の、前進にあたる道が通じていたが、北の太谷倉軍へは、大田山が難所となって陸路が途絶えており、 安政年間に、江差の商人鈴鹿陣衛門と津軽の商人、正木や昌兵らが死費を当時席内から、大田山を経て、ラルイ市までの十二時の大田山道を改作し通年の陸路での移動を可能とした。江戸時代後期の文化四年には、工藤軍域は、天領とされた。文政四年には、正木藩の元に戻されたものの、安政二年再び天領となり、津軽藩が警護を行った。 母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、駆動軍が置かれた。北海道1.2級町村政史工事の久温軍の町村。ありがとうございます。